ゴールキーパー松本、スリーバック右から大西、フレイレ、小山、そして右に畑、左に宇賀神、ダブルボランチ今日は庄司と吉浜が入りそうです。今シーズン2度目の先発になります。ツーシャドウは石津、そして藤岡、現在チームトップの8得点です。ワントップ田中純也と予想しています。ゴールキーパーは坂田、フォーバック右から佐賀、家泉、そして遠藤が入りました。今日ウォーミングアップでその途中に星京湾が足を痛め、急遽遠藤がスターティングメンバーということになっています。左サイドバックは日高、ダブルボランチ宮本、山下、右に岩渕、左に山口、ツートップは有馬、古川です。松本からのキック、ボールを奪ったいわき FC です。岩渕から中央、シュートを放っていく、バーに当たった、山口のシュートでした。右サイドダイレクトでふわりとコースを狙ってきました。岩渕から山口というボール、一番後ろ小山まで下げました。小山から宇賀神をめがけたボール、そのボールが通ります。宇賀神縦へ仕掛ける、クロスが上がって田中純也、ヘディングまたこぼれている、田中純也のヘディングシュートになりました。ゴールキーパー坂田ナイスセーブ。宇賀神から田中純也、 FC 岐阜が誇る元日本代表同士のホットライン。ゴール前中央には187センチのフレイレも待っています。キャプテンマークを巻いたフレイレをめがけるか、ニアサイドフレイレのところ、こぼれているシュート、バーの上わずかに外れました。最後は石津のシュート、低めに抑えてのシュートでした。チャンスはいわきです。日高のシュート、直接決まりました。前半の27分、先制点はいわき FC。 低めに蹴っていきました、ポストに当たって最後は松本の手に当たってゴールに吸い込まれていきました。先制点を取ったのはいわき FC。 そして山下、宮本へとつないでいきます。テンポが上がってきた、日高、宮本から山下へ、オフサイドはありません、中央シュート、おっとオフサイドです。このシーン宮本から山下というところ、岩渕が対応、田中がボールに寄っていく、宇賀神は縦を選んだ、クロスが上がってファーサイドは畑、ヘディングで折り返す、こぼれている藤岡、コーナーキックになりました。最後藤岡が飛び込んでいきました。庄司が蹴ります。中央にはフレイレ、どかもいる、中央フレイレ、坂田がキャッチします。ゴールに向かっていくボール、山下から中央、ヘディングでクリア、こぼれている日高、日高の2点目、ミドルシュートが決まりました。今日2得点、日高勝、山下からフレイレのクリア、そして最後こぼれたところ、フリーの日高、ゴールの右隅にねじ込みました。グランダー、素晴らしいシュートになりました。富樫、ンドカを走らせる、前にスペースがあります。ンドカ、この1対1、クロスを上げて足を伸ばしてクリアをしました。まだボールは岐阜、宇賀神からファーサイド、久保田、ゴールラインを割りました。前に送る、もう一度日高が拾ってパスをつないでいきます。下がりく、前を向いて谷村、谷村のシュート、ゴールの左に外れました。谷村から鈴木へというボール、セカンドボール拾います、山下、そ
そして山口、佐賀がここにいる。佐賀陸ボックス内、クロスが上がって鈴木へのボールです。キッカーとしても注目される吉浜、精度のある左足があります。巻いてきた、ヘディングでクリア、こぼれている。ボックス内、富樫からヘディングシュート、決まりました。坂田の上を越えていった。宇賀神、そして小山から、最後は小山からのクロス、最後は富樫です。ただいまの得点、ゴールラインを割りました。ここで試合終了、いわき FC が勝ちました。アウェーで貴重な勝ち点3、これで J2 昇格圏内キープとなりました。